なんかもうドキドキしましたけど、やっとこの富まり着物姿で、はい、今日は女性になりました。演歌ジャックス楽屋と順番めちゃくちゃいきますよ。3210213 9。いや、なんかいろいろしたかったんですけど、いやでも素敵な衣装ですよね。初めて着物を着て歌わせていただいて、なんとなくバッチリだった。なんかもう本当にあの今成人式の帰りかなぐらいのね。しましょうか。はい、それでいいんじゃないですか。お花畑からの帰りということで。17歳です。いやでも本当にあのすごくちょっとと、あ、すごく着物に寄ってますよね。上村先生に着付けを、はい、していただきました。はい、もう夢が叶って着物を着て歌を歌えたことが嬉しいです。この、はい、この、ね、あの楽屋トークは毒舌で有名なんですけど、一言いいですか？はい、マリにも衣装。おお、褒めてもった。いやいやいや、褒めてもった。すいませんよ、すいません。トミーには何ですか？正直もトミーに美しい。トミーにも、いや、トミーにも、あ、トミーに美しい。あ、それいいね、撮りました。自分で言ってどないすんねんみたいな。いやいや、でも、はい、ね、あの、どうですか、着物着られて、本当に。まあ、あの、身が引き締まりますね。あ、なるほどね。で、あの、改めて女性なんだな、と、自分は女性なんだ、って思いました。なるほど。いや、どう見ても女性ですよね。いつも思ってます、ね。普段はなんかちょっと男性っぽい。ですけど、いやいや、そんなことないですよ。はい、本当にあの着付けをね、あの、はい、にしていただいて、上村先生にもう、はい、あの間もね、あの直していただいて、順番バラバラや。あの言いたいことを順番に言いなさい。はい、はい、じゃあ上村先生に、上村先生と南先生に着付けをし、はい、ていただきました、はい。はい、そうですね。はい。はい、私も同じです。はい、富ちゃん、上村先生。はい、南先生に着付けをしていただきました、はい、双子のようにしていただきました。はい、はい、それでは、はい、あのまあ新年早々なんで、はい、何かコメントを。そうですね、はい、あの今年の抱負、はい、演歌ジャックス今年度も富子の敬愛キッズクラブコーナーバッチリに、出演させていただきたいと思いますので、どんどんリクエストよろしくお願いします。はい、じゃあマリさんは。はい、マリです。今年もコスプレですね、いろいろと頑張ってまいりますので、ぜひ皆さんあの楽しんで笑っていただいても結構でございます。よろしくお願いいたします。僕らも頑張らながら、ね、どんな格好させられるのかなってドキドキするわ。いいだ、そうそうそう、はい、よろしくお願いします。はい、それではあの小池ちゃん、武士社長、はい、みんな映りました。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。ここがって引いていく。